メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は仲間殺しの海賊を追っている。いやうまかった、いい腕だ。当たり前だ、サンジは俺の船のコックだぞ。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ、高見で。エース、見ててくれよ、俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうね。って、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから心配すんなって。ほら、持ってきな。絶品スープを飲ませてくれてありがとうよ。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのはこんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地、レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今。ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。この道は菜の花に続くやつか。いや全然ちげえだろ。あの場所キャンプができそうだぞ。この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何？その怪しい薬品は。まあ、日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前、そんなものいつの間に。いつどんな島に着くかわかんねえからな。
前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作ってくれ。待ってろ。手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？海賊の一員？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは違うみたい。だけど仲間って何？よし、うったけだ。やっほー。さてと行くか。そこの人たち、この峡谷に踏み込むつもりかい？それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバードって言ってな。この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。ありがとう、もらっていくわ。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。行ってみな。この先が迷いの峡谷か。迷い。ありゃ、あの像またあるぞ。元の場所に戻ってしまったようね。道を間違えたのね。違う道を選びましょう。
この音は鳥の羽ばたき？それにしてもでかいトカゲだな。サンドラオオトカゲだ。2年前にも砂漠の中で会っただろうが。あ、そうだったか。この野郎、取り返せ。こいつ強えな。ゴムゴムのガトリング。意外がありそうだ。三刀流奥義三千世界。サンダーボルト。トレインタフルール。切り替えがありそうだ。やっと俺の出番か。一刀流、いよい、シッソンソン。いけるか。ゴムゴムのブレッド。舐めないでね。こう見えてな。サンダーボルト。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのガトリング。こう見えてなかなかやるわよ。任せて。悪い、助かったぞ。ナミ、きっちり肩をつけるとするか。一刀流、いよい、シッソンソン。ゴムゴムのに任せろ。バースコート。
サンダーボルト点火。いってー、ゴムゴムのバズーカ。効かねえよ。ボーシャット。サンダーボルト点火。ボーシャット。ゴムゴムのブレッド。効かねえよ。行くぞ。ドラゲイ。行くわよ。サイクロン。いけるか。待ってろ。ムートンシャット。こいつ強えな。いけるか。待ちなさい。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。オラ。きっちり肩をつけるとするか。こんなところで負けてらんねえ。みんなの役に立ってみせる。ナビバードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺たちどうなるんだ。死ぬわ。正しく言うなら、意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。しししでも腹減ったら起きんだろ。無理よ。心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。